リバです。ラスベガス2023やってまいりました。これから会場へ向かいます。空いてる。
です。今ステージが終わって荷物を車に運ぼうとしています。盛り上がりましたね。はい、今回はですね、
もっとぐしゃぐしゃなイベントを想像してたんだけど、すごく大人なイベントになっててセキュリティもしっかりしててとてもいい感じです。で、今回はここのホテルに泊まってるんじゃなくて、友達のレジーさんっていうフランス出身のロカビリーのおじさんの家がここから10分ぐらいのところにあって、そこで、宿をお世話になってます。みんな音の質問が多いのね。そう、トーンに関する質問が一番多いの。ディストーションは何も使ってません。ああ、そうか、そのアンプを最大にしてるから。そうそう、アンプをディストーション歪ましてる。わあ。ただ真空管に負荷をかけて真空管を流せると。まさにチューブスクリームだね。そういうこと？それでチューブスクリーマーってこと？うん、あの緑色の有名なペダルは、それを促してる。チューブスクリーマー、そういうことか。そう。おお。真空管はチューブ。ね、いつもなんか欲張ろうとするけど。今回はその気持ちを制したから、ね、欲張ろうとする気持ちを制しましたか。制した。だからいつも引きすぎちゃうんで俺はね。ああ、なるほど。もう今日はトゥーマッチになっちゃうのね。やりすぎないという、うんうん、一つ目標、目標というか合言葉にしてやりました、うんうん、力まずできた。こういうサウンドシステムがしっかりしたところは気分よくできるね、うんうん、みんなの音もしっかり聞こえるし自分の音もしっかり聞こえるしさ、アンプはどんだけ出したって、あの音下げろって言われることないしね。でかいとこ向きだな、うん、ロックンロールはやっぱり。そうね。You got me slipping and it's sliding like a set. Oh, 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 baby, baby, if you treat me right. Baby, baby, if you hold me tight. Baby, baby, if you love me every night, you got it. Stay by me, baby, don't get out of my sight.
Ha ha ha.